ゃあこれは第3回オープニングかな。第3回ですね。あれかい、どれのことかな。多分それだ。待ってるよ。待ってるかい。構えてる。構えてるのかい。じゃあいくよ。はい、5秒前、4、3、2。んやれや。この番組はインディーズバンド落ち首国門同好会の結成10周年プロジェクト天国プロジェクトの一環として始まった番組である。メンバーが好き勝手に自由なことやって、あわよくばみんなに結成10周年をお祝いしてもらおうなんて企んでいる打ち首さんによる打ち首さんのためのジャンルレスプログラムなのだ。なっはい、第3回ですね。ですね、本日はバンドっぽく出てきましたね、我々も。そうだね。というのもですね、本編を見たところですね、あまりにもバンドっぽくないよ、今回、第3回。第3回はバンド色がないね。そうです ね。せめてオープニングだけでもちょっとバンドの体制で出てきてみたね。第1回、第2回からですね、人気コーナーが続々登場したのに、その人気コーナーをお休みしてまで今回は新コーナーラッシュですね。志田さん。そうですね。今回はもうなんか全体の構成見ても純子さんスペシャルですね。そうですね。かろうじて一瞬なんか一応バンドっぽい匂いを無理やり詰め込んでみたみたいな。純子その他純子みたいな。私今日徹夜明けですから。マジで。マジで。あれ徹夜で仕上げたやつ。あれ徹夜で仕上げました。お疲れ様です。今回は存分に純子さんでお楽しみください。よろしくお願いします。さあ今宵も始まりました、阿鼻叫喚の超絶アトラクション、料理界の絶叫マシーン純子クッキング。今宵も皆さんを味覚のアナザーディメンションへとお連れいたします。私今夜も皆様の案内役を務めさせていただきます、大沢知でございます。よろしくお願いいたします。さあ続いてご紹介いたしましょう。ベストセラー著書、余ったものは全部入れとけで日本料理界に衝撃を与えた料理研究家、川本飛鳥先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあそして本日はスペシャルゲストをお招きしております。打ち首国門同好会とは長い付き合いのロックバンド、アシラシンドロームよりボーカルを担当するいじられリアクション芸人、青木愛人さんに来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。さあそしてキッチンスタジアムからは今夜もおなじみの料理解説の鉄人、千田圭一さんがリアルタイム映像とともにレポートを届けてくれます。キッチンスタジアムとは回線がつながっております。千田さん聞こえますか。千田さん、はい、はい、千田さん、はい、あ、はい、千田さん、スタジアムの千田さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。若干声近くないですか。それではそろそろあの方をお呼びいたしましょう、南風に乗ってやってきた天然素材 100% の殺戮兵器製造マシーン、シェフ純子先生です。どうぞ。シェフ純子先生、南国料理人でございます。南国料理人、それでは純子さん、はい、今日は何を作ってくださるんでしょうか。まず一品目が、はい、一品目、はい、お、いきなりメイン来ましたね。純子特製マイルドグリーンカレー。グリーンカレーがなぜかレッドになって出てくるという伝説を小耳に挟んだことがあるんですけども、いろいろ改良を重ねました。改良、極力食べやすく作らさせていただきます。一応お口直しじゃないの。ぜんざい、ベトナム、ココナッツミルクぜんざい、ベトナム風。斬新な、これまたベトナム風、まあ分からんけど、ベトナム風みたいなイメージだけで言ってるんですね。今夜はこの2品を、2品で選んでいただきます。今からそれではキッチンスタジアムの方に移動していただいて、こちら純子さんのクッキングの様子をですね、なるほど、現在スタジアムに、待機している千田さんが、はい、聞こえてます、聞こえてます。千田さんがキッチンスタジアムからですね、はい、レポートを届けてくれましたよ。早速料理に移っていただきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。行ってまいります。奥門匠百選。
本日ご紹介するのは大沢敦史専用極キャビネット。マーシャルモード4 MF350 用に設計されたキャビネット、 MF400A をベースに内部スピーカー4発のうち2発をセレッション製ヴィンテージ32、また内部配線をベルデン製8470に変更した特別仕様の大沢敦史専用キャビネット。そのフロントパネルは内首獄門同好会のトレードマークともいえる獄の字。大沢敦史自らが金鉱図で印刷してきた大判の紙をカッターで切り抜きスプレーで塗装、さらに色が薄かったので筆を使って塗り足すという素人なりの頑張りがにじみ出た赤。マスキングの甘さが招いたスプレーのはみ出しや筆塗りの際に生じた色ムラが手作りの質感をこの上なく醸し出している珠玉の一品である。極キャビネット、その進化はぜひライブハウスでご覧いただきたい。極門匠百選、次回もお楽しみに。純子の夕日、純子と夕日、今日はお台場海浜公園の夕日をお届けします。やばかったっすね。あー、もう死にそうだった。死なないでください。さあ、本日は特別ゲストに青木先生をお呼びしたわけでございますけど、はい、まあ、この、天国放送局でゲストをお呼びするのはですね、はい、まだ斬新な試みであるんですけども、はい、青木先生はモニタールームの長さ、はい、早速何かありましたか。聞こえますか。肉声が聞こえてくる。はい、早速の、いや、回線ですよ、これは。何かありましたか。特にないです。はい、回線チェックです。回線チェックですか。はい、こちら聞こえております。聞こえております。ただいま会話の途中でしたがぶった切られましたよ。さあ、そんなわけですね、アシュラシンドロームと、まあ、この純子クッキングというコーナーを、まあ、ただならぬ因縁があるといえばあるわけでございますけれども、そうですね、思い返せば、アシュラシンドロームのですね、企画したライブイベントで一度ですね、シェフ純子先生がそうですね、料理振る舞ったことがありました。うん、モニタールームの大沢さん、はい、はい、木田さん、何か始まりましたでしょうか。多分大丈夫だ。純子さんがお米を何合持ってきたか分からず、おや、水かけた。ちょっと鼻水出ちゃった。失礼となっております。多分2合でいいんだと思います。多分2合とのことです。お粥になったらごめんというのは、おっと、我々お粥でカレーを食べるという斬新な試み。おっと、しかも最悪グリーンカレー雑炊になる可能性があります。グリーンカレー雑炊、すごいですね。斬新ですね。雑炊ですか。さあ、今電子レンジの中に、お、肉を入れましたね。千田さん、千田さん聞こえますか。はいはいはい。ただいま電子レンジの中に肉を入れたのでしょうか。そうですね、電子レンジ肉凝ってたから生もの解凍です。生もの解凍ですが、解説の鉄人千田さんが容量ありません。何肉かと聞きたかったんですが、さあ、今のところちっとも料理番組らしくありません。さあ、どうなってしまうのか。今夜も炸裂しております。今何を振ってらっしゃるのかな。これはココナッツっぽいですね。ココナッツ缶ですか。ココナッツミルクが入ってそうな。いやいや、僕はね、グリーンカレーのできる方は見たことがないですから、ね、そうですね、だいぶ興味がありますよ、今。ココナッツミルクですね。ザックザックと、久々に見たな、あの缶切り、ね、久々に見た。さあ、缶切りの使い方としては大丈夫でしょうか。不安を覚えないでしょうか。右手でこう開けますよ ね、 右、 右でこうじゃん。なんか見てて違和感があるんですよね。あえて逆なんでしょうか ね、 ね、刃物って右手で使えないんですよ。刃物が右手で使えない、千田さん、新しい情報が入りましたか。はい、今入った情報によりますと、はい、純子さん、刃物を右手で使えないという。彼女は左利きだったんでしょうか。おそらくそういう情報です。おや、あ
の人は右利きの楽器を弾いてるところしか見たことありませんよ。左利きですか？左歯。刃物を使う手というのは果たして派閥という括りで語っていいと思うんでしょうか？利き腕という概念が我々にあります。でも今もかき混ぜる左ですね。我々ですと多分さあもう料理というか彼女の利き腕の方に今関心が寄せられています。一応うちのご家庭の常備薬を持ってきたんですけど、千田さん、ドクロマークが、はい、千田さん、カメラに不吉なものが映ってませんか？大丈夫ですか？ドクロが見えます。いやって書いてません？しかも、一つではない。ドクロが2匹です。2匹。引き、クロが2匹。あの赤くなるし、あの酸味が出るので。なるほど。バレちゃう、バレちゃうって、バレちゃう。先ほど私がですね、小耳に挟んだ情報として、あのグリーンカレーがレッドになるという情報がですね、おそらくあの人は今の赤いものをグリーンがレッドになるまでこうやって入れてたってことなんですね。なるほど。さあ、恐ろしい展開になってまいりました。あのグリーンカレーの、グリーンカレーです、はい、おっと、これは辛くて一番美味しいやつですね。モニターラムの皆さん。はい。今手にしてるのはこれグリーンカレーペース。私のピントが合いません。はい。落ち着いてください。あ、はい、ピントが、あ、グリーンカレーペーストでございます、これ。おっと、さあ、こういうのあるんだ。初めて見たな。しかも彼女の声がですね、ちらっと聞こえたんですけれども、うん、これが辛くて美味しいと言ってましたね。辛くて、一番辛くて美味しいって言ってましたね。辛くて美味しいのに、あのドクロが2匹まだいるというわけでよろしいでしょうか？そうなります。番組的にじゃあ そっちの方がいいですか？グリーンがレッドになるっていうオチなんて。なるほど。こそこそなんか言ってます、ね、こそこそ。千田さん、キッチンスタジアムの、はい、キッチンスタジアムの会話が気になります。大丈夫です。あのこちら異常なしです。あ、大丈夫ですか？はい。我々不安不安に駆られるようなことは言ってませんで、大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。大丈夫って何が？大丈夫です。水を少しだけ、これぐらいかな。結構目分量ですね。そうですね、作り慣れているんですね、さすがに。一応これでルーは、あ、モニター、あ、はい、はい。これで一応あのルーの方は完成だそうです。これ番組的に尺大丈夫ですか？できそうですか？思いの方が早かったです。早いですよね。あ、モニター、モニター。どうしました？今純子さんがどれ入れようかなと言って迷っております。おっと、決めかねている。おっかね。モニタールーム、はい。純子さん手に取ったやつに、マと書いてあります。赤いです。あ、そうそうそう。何これ？マとか、マ、マ。いやいやいや。あ、あ。まどろっこしいので開けていいですか？まどろっこしいので開けるそうです。そのまま入ります。ま、すごい入ってる。見たことない。モニタールーム。はい。この赤くなったのをごまかすために。ごまかすって何ですか？ごまかすためにハバネロを入れるそうです。は。ハバネロ？これもまどろっこしいから。まどろっこしいので染められる方です。まどろっこしい。うーわー。おー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 。エンドも会やらない機会。はい、エンディング、はい、5秒前、4、3、2、エンド。はい。ご覧いただきました、純子さんスペシャル第3回。なんか番組名変わってきた。このコーナーまだまだ引っ張ります。どんどん面白くなります、お楽しみに。さあ、打ち首獄門同好会ですね、しばらくあの4月へのカミング神戸しかライブがなかったんですけれども、最近続々と新しいライブが発表されております。まず5月9日金曜日には札幌に行きます。そして5月翌週ですね、5月17日は久しぶりに東京のライブも決定。6月7日8日には、名古屋のスカイスプリングというサーキットイベントにも出ます。詳しくは公式サイトをチェックしてください。おお、なんかこうエンディングトークになってようやくバンドっぽくなってきたよ。ね、ライブ告知したよ。ライブするんだよ。
よろしくね。忘れてました、そうですね。